ンドボディ高橋です。今回作業させていただくのはアウディ A4 アバントにキャラクターのフルキットを取り付けさせていただきます。フロントバンパーはバンパーごと交換になります。でこちらのサイドもサイドスポイラーを取り付けさせていただきます。リアバンパーも交換して取り付けさせていただきます。こちらが A4 アバントに取り付けますキャラクターのヘアルキットになります。こちらがフロントバンパーです。グリル等も付属しています。リアディフューザー、こちらも専用のマフラーカッターが付いています。でサイドスカートです。そして今回同時に純正の、ブラックテールの方もお取り付けいたします。こちらの方は純正と片方ずつ比べてみてどう違うのかを目のスマホでお楽しみください。フロントバンパーの貼り合わせをしてみました。全体的に良かったんですけども、フロントフェンダーとのアーチラインが多少足りなかったので、こちらの方は、バンパーの方を少し足しました。そしてセンターグリルは純正を流用するんですけれども、グリル部分はグロスブラック、ホーリングはマットブラックに塗装しています。サイドステップの貼り合わせです。こちらは加工なしで取り付けできました。パーツを塗っていきます。まずはツヤありの黒クロスブラックカーです。ナンバーベースとアウディマークエンブレムルグリルにつく小物、グリル本体、それとマフラーカッターです。それでは塗っていきます。貼り合わせが終わりまして、サフェーサーが入ったところです。で今回このヤロは非常にこう柔らかい素材になってますので、こう曲がった時にですね、塗料が割れないように、塗料の方には軟化剤というものが入ってます。そしてこれをもう一度空研ぎしてサフェーサーをもう一回入れていきます。これから2回目のサフェーサーを入れます。